A.R. ムルガダースは、インドのタミル語映画で活動する、映画監督、映画プロデューサー、脚本家。タミル語映画の他に、テルグ語映画で活動しており、監督した作品を、ヒンディ語映画にリメイクすることも多く、該当する作品として、ゴジーニーとリメイク版、ゴジーニー、サパッキーと、ホリデー、A.Soldier Is Never Off Duty がある。年に監督したコティでは、 フィルムフェア賞最優秀タミル五監督賞を受賞している。タミル・ナード州カラクリチ県出身。チェン内ビルガム・バッカム在住。ムルガダースのイニシャル、AR は父、アルナーサラムを指しており、監督デビューしたディーナで初めて名乗り、以降は AR ・ムルガダース名義で活動している。公立高校を卒業後、 ティルチラーパッキのビショップ・ヒーバー大学に進学して学士号を取得した。兄弟のディリーパンはムルガダースがプロデューサーを務めたベイズクッチで俳優デビューしている。学生時代は文化活動を熱心に行っていた。ムルガダースは地元の映画館に1週間に7回通うほどの映画愛好家になり、執筆した物語をアナンダ・ビカタンに投稿し、 やがて脚本家を志望するようになった。バラキダさん大学ではコメディを執筆し、キャストとしても出演した。大学卒業後は、マドラス映画学院への進学を希望するが、叶わなかった。しかし、ムルガダースは、チェン内に泊まり続け、ピーカライマニのアシスタントライターとして、マズライ、ミーナーク氏のセリフを執筆した。年の、ローガンでは、助監督、 コルサクンダム RA ではアシスタントライターを務めた。2000年には SJ スーリアのクシに参加した。2001年にディーナで監督デビューするが制作に際して SJ スーリアからアジット・クマールを主演として推薦された。2005年にゴジーニーを監督し、2008年にはヒンディー語でリメイクしたゴジーニーを監督してボリウッドデビューした。同作は ヒンディー語映画で初めて興行収入が10億ルピーを超え100カロルクラブ入りした最初の映画となった。2011年に監督した午前7時アリベはタミルガード州外の地域で成功を収め同時期にホックススタースタジオとの間に2本の映画制作の契約を結んだ。2012年にビジャイを主演に迎えてサパッキーを監督し同作は ロボットに続いて100カロルクラブ入りした2本目のタミル語映画となった。2014年には同作をヒンディー語でリメイクしたホリデー、A Soldier Is Never Off Duty を監督している。同年には元アシスタントのティルクマランが監督したマーンカラテのプロデューサー、脚本を務めた。また、ビジャイを主演に迎えたコティは13億1000万ルーピーの興行収入を記録し、 2014年に最も工業的な成功を収めたタミル語映画の一つとなった。2016年にソーナークシー・シンハーを主演に迎えてモー・ナグルのリメイク作品アキラを監督し、2017年にはマヘイシュバーブとラクル・プリート・シーンを主演に迎えてスパイダーを監督している。2018年には再びビジャイを主演に迎えてサルカール一票の革命を監督し、 26億、ルピーの興行収入を記録するヒット作となった。AR ムルガダーストアーミルカーン。ありがとうございます。